じゃあ明日の次回メンバーさんに宿題をしますか。明日の配信メンバーさんは誰かな誰かな、坂口珠美さんと佐藤楓さんと中村美乃さんです。素晴らしい。どうしますか。やってくださるということなんですけど、はい、3人できるお題じゃないといけないということなので、どうしようか、ね、何かあるかな。どうしよう。みんなもコメント欄でお願いします。お願いします。したいのと、私たちも考えようね。私書くよ。どうしようか。3人でできるものだから難しいよね。次回のメンバーさん、みんな何がいいと思いますか。何がいいと思いますか。ダイスコゲーム。ダイスコゲームって、あ、でも、あ、今なんか、あ、でもこれフリップとか必要になっちゃうか。なんか似顔絵を描いて、いいじゃん。あ、大丈夫。あ、じゃあそれ、それにしようよ。ちょうどね、3人でもできるし、そうだね。じゃあそれにしましょうか。うんうん、似顔絵誰の。3人でお互いの似顔絵を描いてください。3人でどんな感じなんだろう。坂口さんいるからね。そう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 、だからだとも多分描いてくださったの。あ、なるほどね。うん、エレンさんとかうまそうだね。おう。お互い順調に決まったね。さすがですが、画伯がいっぱい来てる。あ、ねえ、さあちゃん、赤もレースだって。やだやだ。なんでトミーからやってあげなよ。いや、今やった。今隠れてる時に隠れてる時に、はい、書けました。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、決まった。決まった。そうそう、宿題やる。ね。前回のメンバーからの宿題やりたいと思います。はーい。はーい、こちらです。何も見えねえ。はい。何て書いてある。たまみさん、かえでさん、めのさんへ。はい、3人で お互いの似顔絵を描いてください。まゆたん、さやか、りかより。おお。あ。1万人ありがとうございます。じゃあ、お二人の自分書いてちょっとだけ。あ、そういうこと。2人よね。今やばい。ちょっとレオン、後ろ向いちゃってるから。そうです、画面見ながらやるな。あ、これか。え、二度上。うわぁ、めっちゃ深く感じる。たまみの絵はね、すごい、なんかもう見慣れてるっていうか、似顔絵さ、うまいんだよ。絵見慣れちゃってるね。うん、絵のは、かみさんくらいに、え、こっちか。本当に私ですか。もう何のツッコミもない絵を描くからさ。いやいや、何の当たり障りもない。え、難しい。今髪の毛見すぎて顔難しいね。みんな、なんか目が一緒になっちゃう。わかるー、ね、なんか目を気づかない。横顔でいいやったな、横から見て。え、ちょっと待って、レンがめっちゃ違ってくる。難しい。横顔描いてんの？横顔から見てるの。あ、そっか。レノは顔面越しに見るんだ。あ、目が大きいですね。横から見たら目がめっちゃ見えてるね。待って、難しいんだけど。ねえ、みん
横顔になんなんなんないの。ちょっと失敗。むず。髪伸びた三人だって。そうかな。伸びたか。伸びた。たまみが一番長そうだ。たまみ伸びたの。たまみ伸びたね。レノ今どんぐらいなの？なんか毎回違う。あ、これちげ。あ、短いくらいの。ちげ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 。これちげなんですよ。そう、よく言われる久保とかにもさ、エクステつけすぎて、そう、あれレノ髪伸びたって、いやこれエクステエクステちょっと待って何何でもないあ、なんでこうなんだ。できた。できた。あと変えね。難しいよ。普通にかけるわ。オッケー。はい。オッケー。じゃあ私から。うん。いきます。じゃあ最初で。はい。だわ。画面に来ないから見えないんだ。あ、かわいい。え？見えるじゃないか。こんな感じ。あ、可愛い。あ、レノっぽい。可愛い。可愛い。こんな感じ。ありがとう。そんな可愛いでしてくれる。いやいやいや。星までついた。で、たまみがこれ。可愛い。あ、可愛い。絶対見えてないでしょ。見えてるよ、ここから。可愛い。これです。ポイント？ポイントは。なんか2人ともまつげが綺麗だからまつげもちゃんと描きました。ありがとうございます。かわいい。かわいい。っていう感じです。じゃあ私からレノ。お、じゃあ、うん、下手じゃない。じゃあレノはお目がもうクリンクリンだからちょっとお目見える前出す。ありがとう。運命クリンクリンにした。わあ、ありがとう。まつげはね、長くてね、綺麗だからね、描いた。ありがとう。はい。たまみはね、横顔になっちゃったけど、うん。うわ、ね、ますか。なんか難しかったね、横顔。ねえ、よ、あ、本当に横顔じゃん。なんかさ。え、下手じゃない？目を描くのが難しくってなんかすごいよりみたいになっちゃったいいね。いいね。横顔です。私から見たかも。ありがとう。あ、ありがとう。じゃあレノ。お、こちら。え、どれどれどれ。怖。どこがね。比率やばい。レノのポイントは、うん、クリッとしてる目と赤ちゃんみたいな顔。おお。体は赤ちゃんだけど。確かに。それはそうだ。怖。髪の毛もないしね。髪あるけどこれがなんかキュッっていうのをイメージしたの。でもなんかたまみの正面からの絵って珍しくない？そう。ああ、確かに。なんかいつもそう横顔。変な。レンちゃん。なんか、え、私も前髪見てほしい。レンのシースルー前髪を表したの。あー、表してるかも。表してるでしょ。うん。で、口がちっちゃい。あ、それは確かに。あ、確かに。捉えてる。でしょ。で、まつげがもう超綺麗やっぱそうだよね。どうも、ありがとう。へ、うん、あげるプレゼント。怖い。ありがとう。やっぱみんな違うね、絵のタッチが。みんな違って面白い。すごいです。はい、こんな感じで宿題終わり。あ青春ってよくわからねえ。
青春ってよく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 うーんやるしかねえ。